どうも皆さんこんにちは、みずるです。今日はですね、皆さんに素晴らしい知識をね提供しようかなと思って回してるんですけど、あつ森というねこのゲームにはたくさんの小技が隠れております。まあ有名な小技ももちろんだし、まあ裏技とかね、バグなんてのもたくさん生まれてきましたよね。その中であつ森の仕様なんだけど、実は知らなかったら超損するみたいな、そういったねテクとか小技がいくつもあるんです。そんなこれだけは絶対知っといてっていう、そんなやつ、しまくりにも日常ライフにも絶対使えるから絶対知っといてよってやつを4つ持ってきました。ちょっと1つはね、まあ、怪しいんですけど、本当に日常で使うのが多いって言われたらちょっとタジタジとしたいところでもあるんですけど、まあ、ちょっとまあ見てください。さあお外へ遊びにやってきました。早速なんですけど1つ目ですね、皆さん楽器吹いてますか？まあ、リアルではね、まあ、間違いなく逆鍵で弾けないんですけど、このあつ森なんとね素敵なことでしょう、誰でも楽器が弾けます。このように情熱的なね、ピアノを奏でることもできますし、手にさえ持っていればパンフルートでも気軽に吹くことができると。こんな素敵なゲームはなかなかありません。リアルでは吹けない人向けに誰でも吹ける仕様になっていると。いい感じですね。さて今回ですね、こちらの楽器たちです。ちょっと今手持ちの楽器を並べてみます。さあこちら置きますと、もちろんこの手持ちの家具たちもしっかりとね音を押すな奏でてくれるわけですね。まあ、これを置いておくことによって住民が演奏してくれたりとか、そういったねこう違った楽しみ方というかほのぼのライフも楽しめるわけなんですけど、この楽器たちなんとねこの道具で叩くと変わった音を出してくれます。いきます。ピッ、はい、パンフルートこんな感じですね。オカリナ、もう壊れてんのみたいな、ヒューみたいな、違和感な感じですね。スコップの音がちょっと入ってしまうんですけど、ちょっと聞こえると思うんだよね。それでもわかるかな、シャリリーンみたいな、ちょっとなんかヘンテコな音がね出るわけなんですけど、これ全部の楽器にね適用されてて、このカーニバルの角にもわかる、このちょっと激しく叩いたみたいなドーンみたいな、音が聞こえてくるんですけど、そしてピアノですね、よくホラー映画とかでね、こう全部鍵盤押しちゃったみたいな時のドゥーンっていうちょっと暗めの音がね聞こえるわけです。そうなんです、なんとねピアノ立ち、楽器ですね、楽器全般、道具で叩く時と普通に弾いた時で音がねしっかりと全部違う音が用意されてるっていう、これすごないですか。これは別に何の役にも立たないんですけど、まあちょっとね気になったよって人はぜひ楽器を買ってね、それぞれの音どんな風に変化するかぜひ聞いてみてください。さあ皆さん問題です。皆さんマイルチケットや新しく新調するとき、スコップですね、スコップなどを新調するとき、あとはしまくりに使う食べ物フルーツですね買うとき、いかに効率よく買えるか考えていますか？チケットなんて出すのに時間がかかってしまう、スコップもタヌキチ、ツブキチたちがね話しかけてくるからまともに買えない、スキップは A ボタンまたは B ボタンで押しているなんて方は多いんじゃないでしょうか。さあ B ボタン押してるとねやめとくとなってしまう、これはスコップがね4つ欲しいのだが、しかしこの会話が長くて長くて待っていられない、 A ボタンを連打しても進まないから B ボタンを早く押すが押してしまうが、その時にねやめとくと間違って押してしまうなんてことは少なくないんじゃないでしょうか。そんな時にですよ、なんと見ててくださいね、こっから次買いました、こっから変わります、いきますよ、わかりますか、この吹き出しの速さ、この超スピード、 A ボタン連打で変えているこの安定した購入スピード、
わかりますか、この素早さ。ちょっと待って、買いすぎ買いすぎ買いすぎ、ちょ買いすぎや、バカバカバカ、そんな使わん。まあ、一気に何台スコップストックしとくね。やばいって、8本もストックしとく家ないって。お前どこの工事現場やね。ということでですね、ちょマイルチケットも買いに行ってみましょうか。時間かかるんですよね、本当に。もうバカにならない、バカにならない。どうしたドミノラ、そんな店の前で待ち構えて、恋人を家の前で張っているストーカーかのような、ね、待ち構えさあ、この機械ですよ、問題の機械。1枚ずつしか発見できないこの問題の機械で、タヌキマイル交換を使ってですね、皆さんこのマイル旅行券を毎日毎日量産するでしょう。そんな時に A ボタンのみを押していると、この吹き出しのスピード遅くて遅くてやっていられないと、まあ、どうにか早めたいという方はね、 B ボタンをなんとか押すと思うんですよ。押すことによってこの吹き出しのスピードがちょっとずつ上がって少し速くなっていくというわけですよね。ただこの B ボタンの押すタイミングっていうのがすごい難しくて、やめておくの時に押して A ボタンを押すと、これが一回中止してしまうからまた手前になると、そんな方多いんじゃないでしょうか。そんな時いきますよ、次から。これ A ボタンしか押しません。はい、取りました。ここからです、交換します。 A ボタンをずっと押して、 A ボタンをずっと押してます。さあ、吹き出しが早いです。だがしかし、ずっと A ボタンを押してます。これ B ボタンを押してたらB ボタンを押してたら、いいえとかやめときますになって、購入スピードがね、より遅くなってしまうという中で、 A ボタンをこのようにね、連打し続けてもひたすらに変えると。さあ、そういう時にですね、どのボタンを押してるかと、あんたどうやってんねんと、早く教えなさいよと思うわけですよ。進めるのは A、 スキップが B というのがまあ一般常識であると思うんですけど、なんとこのゲームですね、 R ボタン、ZR、R ボタンとありますよね。その R ボタンを長押ししておくことによって、このボタンですね。この音が鳴るボタンですね。この R。このボタンを押しておくことによって、いきますよ。吹き出しが速くなります。B を押したときと同じ効果が長押しで持続するというね、これまた、ライフハックだよね。こういうのをライフハックと言うんですよ。どうすか、これはね、目から鱗でしょ。これ俺初めて知って、この間初めて知ったんですよ。で、まあこんなのは知ってる人いないだろうと思ったら、ほとんど知ってましたね。配信で、知らなかったみたいな、っていう傍らで知らない人、まあ、俺みたいな人が何人かいたんですよ。なので100人に1人ぐらい知らないんじゃないかなと思うんですよ。まあ、なのでぜひね、購入に悩んでる方はこのやり方でね、スキップしながら快適にね、買って日々の熱盛ライフをより快適に過ごせるようにねと思って今回持ってきたんですけど、まあ、ぜひ知らなかったらね、高評価もよろしくお願いします。ということでね、3つ目いってみましょう。はい、続きましてカメラの小技でございます。皆さんよく絶景スポットがあるとカメラをね切って写真撮ったりとかして遊ぶんじゃないでしょうか。この画面にならないよって人いますか。カメラを通常開くとこの画面になるんですけど、ガイドの消し方がわかんねえぞという人がいるらしいんですよ。で、一応左上から説明しておくと、 ZL でフィルターが変わります。これマジ、お前こんな当たり前なこと言ってて何バカにしてんのって思うかもしれないですけど、昨日いたんですよ、結構配信でやったら。なのでちょっと今回紹介してるんですけど、マジ知らない人はね、意外と知らない。しかもこれ後々来たんですよね、アップデートで。昔やってた人が今やったら知らないかもしれないっていうぐらい、アップデートでガイドが消せるようになったので。 L が外枠ですね、まあ、こういった日付をつけたり外枠をつけたりとかね、まあ、そういったものです。そして十字キー、これで画角を変えれます。そしてここ R、 押し込みですね、これ R 押し込みでガイドがオフになります。これですね、これもしね、知らない人いたらね、ちょっとぜひコメント欲しいんですけど、どうでしょうかね。で、Y と X でズームができるんですけど、まあ、X がズームと。結構ズーム幅も広いですね。そして R。こっち向いてくれってやつですね。これやると住民とかが全部首をこっちに向けてくれます。そして ZR でリアクションですね。で、もう一度 Y を押すとね、すべてのリアクションも出てきますよと。
さあ4つ目ですね。この任天堂スイッチオンラインアプリというのを、ね、開きまして、ゲームの連携サービスというのがあるんですけど、マスプラの戦績とかスマブラはちょっと見たことないから分かんないんですけど、いろいろ連携させることができまして、ここでボイスチャットもできますと。で今回はね、あつ森を開きますので、こちらですね、このアプリについてちょっと便利テクをいろいろ紹介したくて、目玉は最後になるんですけど、ちょっとまず左上からパスポート見ていきましょうか。ここでは最近行った、島やマイデザイン作者 ID とかね、メバンチ ID とかいろいろ見ることができまして、自分の島には何人来てくれましたよというのも見れたりします。あとはこの見た夢のね、詳細も見れたりします。そして会話キーボード、これ画面見ててほしいんですけど、例えばここでおはようと打ちますよね。そうするとこのあつ森の画面でおはようと出てきます。これを使ってね、島の交流もより満喫できると。そしてリアクション、これ最近っていうか、まあちょっと前なんですけど、アップデートきたのが、送信するとリアクションされると。じゃあなんだろうな、こう何かしててリアクションが押せないよって時に、こういうねリアクションすぐスマホから選んで出せると。まあ島観光ツアーとかしてる時にリアクションをこうやって選びながら、あーすごい画面見てて綺麗だなーって時に、いちいち止まってねリアクションを選んだりするのではなくて、島のねこの相手の主さんにすごいねって時に、おーいいねーパシャリーみたいな、まあ、こういうねリアクションがして遊ぶことができる。そしてちょっとこのカタログについて語りたいので、最初タヌポイントから行くんですけど、これも最近のアップデートです。今タヌポイント自分はゼロなんですけど、このタヌポイントをゲットというのをやると1日ちょびちょびと貯まります。その貯まったポイントでアイテムを引き換えることができて、タヌキ開発のポスターだったり、あとドアプレートだったりとか、こういうね、集まりの中で使える家具たちが交換することができます。そして最後ですね、カタログ開いてもろて、これがめちゃくちゃ便利です。集まりのもちろん、スマホからね見てカタログでもある程度の検索はできるんですね。このメガネマーク、虫メガネマークで例えばアーとか検索するとアー行のものが出てきたりするんですけど、こっちのスマホからですとね、履歴も残りますし、まあレトロ家具欲しいなって時にレトロって打つと、まあ、こういったねレトロな字を冠した家具たちが全部一気に検索できたりとか、あとは一覧から条件で探すとかね、こういった細かい設定もできるんですけど、これがすごくてですね、今回これが紹介したかったんですね。絞り込み条件というのがありまして、まず家具が欲しいよ、じゃあ家具にチェック。そして大きい家具、ちっちゃい家具、壁掛けどれがいいのと、じゃあ普通の家具欲しいなと。そしてあつ森に存在する家具のカラバリがここで選べます。俺の場合水色の場所エリア作りたいなって言ったら、ライトブルーとか青とかね、それぞれ選択して、じゃあ非売品は買えないから購入可能なものにしてよと。でリメイクはできなくてもいいかなと。まあこれもちろん選択しなくてもいいんですけど、で値段は自分の買える範囲でこれぐらいのやつが欲しいとか、で大きさも指定できると。すごいですよね、大きさも全部指定できるんですけど、まあ細かく設定して OK 押すと、なんと水色の家具がねこんなにも出てきてくれるわけです。自分の目ではまあ検索だけでは見つからなかった自分の欲しい色の家具とかも、こういったスマホの検索をするだけで一気に候補がねずらっと出てきて、しまくりも一気にはかどると思うので、ぜひこれ使ってほしいなというか、おすすめだなと思ったので、少し今更なんですけど紹介しております、はい、ということでね、カタログどうだったですかね。これマジでね色分けとかは本当使えると思うので、ぜひね有効活用してもらったらなということで、今回4つですね紹介してみました。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はですね、どっちかというとみんなが知ってそうだけど知らないともったいないよねみたいな感じで、当たり前の中で知らない人がごく一部いたらなっていう感じで、持ってきたものとなっております。少しでもよかったらぜひ高評価してくれたら嬉しいなという感じでございます。はい、私事なんですけど、7月3日に誕生日を迎えさせてもろて、案の定ねぼっちでございますので、一人でね飲みながら実写でたこ焼きでも作りながらライブしようかなと思ってるので、もしね夜7月2日の夜リスナーさんに聞いたらカウントダウンの方が日にち的にはいいんじゃないかと言っていただけたので、やろうかなと思ってるので、もし時間あったら来てくれたら嬉しいです。はい、まあ、お酒とかね、まあ、コーラでも一緒に持って、KP してくれたら
僕は至極でございます。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。